一方アウェーの仙台も思い描いた開幕スタートとはなっていませんが、ここからは連勝街道を築いていきたいところです。鎌田が中に運んで、もう一度中、前を向く豪華だ豪華だ、左足シュート、鎌田から豪華に渡って左足振り抜いてきました。攻守によってやっぱり良くなっているというふうに思いますね。さあボランチ鎌田がかわす、かわす、鎌田から、さあ中島だ、秋山から、さあ中島に渡る、中島が運んでシュートだ、権田がなんとか防ぎました。でターンして中央のところを、ね、中島がうまく使いましたよね、はい、で最後はでも権田がね、あ一回触ってんのかな、その後ですか。まさに言葉通りの仕事をしました。先制は清水、前半終了間際に試合が動いています。さあ一方の仙台、山田のボール、鎌田だ、ゴール前、中島、吉田のクリア、乾がリズムを作ってディサロかわしてシュートか、まだ打たない、落として、ここでシュート、ホラウト、ゴールキーパー林が掴んでいます。その北爪にここで入る、エリアの中には3人が入ってきた。さあクロスボール、スタートだ、チアゴサンタラに合わせてきた、コーナーになります。北爪です、2つ目中に運んでサンタラに渡る、サンタラ左足かわしてシュートだ、林ブロック、林が止めた、掴みました。どんなイメージを描いているのか、清水ベンチにも動きがありそうですが、乾のボール、ゴール前だ、サンタラ、林が掴んでいます。西澤からつないでディサロ、ディサロから中山、このクロスボールは逆サイド、北爪だ、北爪折り返してサンタラ、キーパー林の正面、まあ、半身になりながら入るところを狙ってますよね。今シーズン8試合で2得点の山田、さあ連続ゴールを狙っている山田がゴール前にいますが、ゴークだ、ここで決めました、仙台同点、ゴークの2試合連続ゴール、パスか、ちょっとそれがね、うまくいかなくて、そこからですね、マイナスの合計のところに、あとはもうインサイドで面作って、内田からのクロスですよね、これ、低くマイナスですよね、はい、で優しく、まあ、インサイドで、相手がもう左に滑ってますんで、そっちじゃない方に。勝った方が今シーズン初の連勝です、松下のボール。ファーサイドですよね、ファーサイドフリーになっていたところですよね。